でおはようございます。おはようございます。はい、ということでですね、今回は、セミナー講師になる方法をお話します。まずはですね、セミナーのまず企画っていうものをすると思うんですけども、企画ですね、セミナーの企画、セミナー講師って言ってもね、まずセミナーを何しゃべるかとかね、何を売るのかとかっていうところから考えていかなきゃいけないので、まず商品ですよね。商品がいくらなのか、あとで喋り方も、ね、教えていきますけども、まずは企画の段階で、何を売るのか、商品、商品は何なのかで、売る商品の値段ですね、値段、価格、商品の価格ですね。で、利益ですね。利益。ここがまず計算していかなければいけないと。これ計算しないとね、基本的に意味ないですから。まあ、それによって、まあ、広告をかけるのかとかね、かけないのかっていうのも左右されてきます。で、例えば、商品の価格が分かりやすく、じゃあ10万円だったとしましょう。10万円商品が10万円で、まあ、今回はね、分かりやすくコンサルティングを販売ということなんで、基本的に利益も10万円とします。で、次考えなきゃいけないのがセミナー、セミナールームですね、セミナールーム。じゃあ次、セミナールームを考えなければいけないということで、じゃあこれいくらなんですかって言ったら、まあでも大体ね、セミナーって言ったら2時間から3時間が普通なので、2時間から3時間で、まあ大体、1時間、まあ、3000円から4000円なんで、まあ4000円として資産12、1時間4000円として1時間4000円のセミナール、4000円セミナールの3時間で12だから1万2000円ですね。はい、一応経費が1万2000円かかったということです。で、あとは、そうですね、プロジェクターですね。プラスアルファでプロジェクターって大体分かってきます。まあ、使わない方はいらないですけどね。使わない方はいりませんが、オプションでプロジェクターをつけるなら大体4000円から5000円なんで、まあ、分かりやすく5000円くらいにしていきましょう。まあ、これは物によりますよね。プラスで1万7000円くらい。まあ、これは経費がかかるということですね。5万円ってる。はい、まあ、1万7000円の経費がかかるということですね。で、これはコンサルの場合なので、まあ、非常にね、利益率がいいですから、かなり、利益を見込めますよね。10万円ですから利益10万円、1件で10万円ですね。1件で10万円、1件で10万円、会場費は1万7000円で、じゃあ次は集客ですよね。まあ当然日にちとかはね、決めるっていうのはまあ当たり前なんで言わないですけど、次は集客ですね。
じゃあ集客どうするのかっていうところで、まあ、2つに分かれますけどね。まず無料の集客、無料は SNS ですね、まあ、SNS だったら Facebook だったり Twitter だったり、まあ、YouTube だったりアメブロだったりね、まあ、これ無料です。無料はあとは口コミですね。口コミだったり、まあ、同じですけど紹介だったり、あと自分のハウスリスト、まあ、この辺ですかね。で、次有料ですね。有料はセミナーサイト、セミナーポータルサイト、あとは無料、無コックなので、メルマガコック。まあ、有名なのというか、まあ、ざっと、すぐ思いつくのはこの2つですから、セミナーポータルサイト、メルマガ広告、でまた、まあ、イベントサイトとか、ね。まあ、こっちは、まあ、もちろん無料のものもありますので、ちょっと若干重複しますけど、かっこいいシュートがあるのかな。かっこいい有料、まあ、これ無料で、ね、できるものもありますので、うん、そうですね。で、有料であれば、まあ、広告になってきますね。だからこれが例えばセミナーポータルサイトだったら、1万円とか2万円とかね、1万円からありますんで、まあ、高いやつは10万円、まあ、大手がねやってるような、ああいう例えばあとリスティング Facebook 広告とかね、Twitter 広告、まあ、いろいろあります。リスティングっていうのは検索エンジンの、ああいう普通に Google で東京セミナーって検索したら、こう横に、ね、広告ってところに出てくるパターンですね。で、Facebook 広告とか Twitter 広告っていうのは、その Facebook にお金を払って、Facebook のタイムラインの、ね、あの途中とかにこうやって出してもらえるような、これは500円からできますので、Facebook 広告も結構、使えたりもしますし、最近はね、Twitter 広告とかも、結構いいんじゃないかっていうのもありますし、あとまあ YouTube 広告ですね、最近だと。YouTube 広告ですね。YouTube 広告はまあ動画広告なんで、一応まだ、僕も試したことはありますけど、全然反応なかったのでやりませんでしたが、まあ普通の企業レベルだと結構、反応あるみたいですね。ちょっとここはやっぱ新しい広告っていうのは基本的に概念としては、新しく出た媒体っていうのは効果が高いかもしれないというメリットの反面、デメリットもあると。まだ解明されてないから、ノウハウもできてないっていうんだね。Facebook 広告はここ1、2年でかなり盛り上がりましたが、ちょっとだんだんね、飽和してきてるっていうふうに言われています。だから広告媒体っていうのは、まあ、ずっと使えるものではなくて、まあ、もちろんね、このセミナーポータルサイトっていうのはずっとあって、結構みんなね、永続的に使ってますけども、まあ、当然そのいっぱい使う人が増えれば増えるほど、ね、その中の広告ですから、ライバルも増えて広告効果も薄れるし、プラスアルファでライバルが増えて増えれば増えるほど、なんかこうここの場所はすごいいいですよみたいな場所とかがどんどん高くなってくるんですよね、広告量が。そう、まあ、そういう仕組みです。これはセミナーに限らずですけどね、何の
何のビジネスでも同じですけども、ライバルが増えれば増えるほど価格も高くなっていくし、広告効果も薄れてくると。そうするとその人たちはなんかどっかいい広告がやないかなっていうふうに探し始めて、また新しい広告に移ってくるんだよね。ずっとぐる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 してるわけです。これはもうテレビでも同じです。テレビの CM とかでも同じです。あれは広告なので、企業があそこにお金を出して広告を出してると。企業がね、あの広告は15秒ぐらい 数億円っていうレベルですけどね、テレビはね、まあ、それのちっちゃい版みたいな感じですね、まあ、そういうレベルの話と、まあ、金額が大きくなってるだけなんでね、ビジネスっていうのは基本的に大企業と中小企業と個人事業、別にやってることは同じです。無料で集めたり有料で集めたりして何かに誘導させて、でそこで商品を販売するというのは基本的にはみんな同じなんですね。まずはちょっとこれね、セミナー講師での方法っていう感じですけど、まずは集客の全体像を考えてね、無料で集めるのと有料で集めるの両方もちろんやった方がいいし、まあ、無料だけで集めるようになったらそれに越したことはないですけども、ただ、無料っていうのは、割とその安定はしないですから、それ来る時もあるし来ない時もあるみたいな感じになるんで、有料でね、例えば広告1回出せば4人来るとかねっていうテストが出してね、テストができてるんであれば、増やせばいいわけですからね、お金を。そのお金を増やせば人も集まるっていう計算ができるんで、そうすると利益をこうどんどん増やしていくことができるというような流れになります。なのでまずね、ここの全体的な流れで、集客とまあ、セミナールームと商品をまずこう全部用意するという流れですね。で、まあ、その集客とかね、ここでまあ紹介口コミだったりってしても、セミナーね、1人につき、ね、1000円バックしてあげたとしても、結局最終的に1人につき10万円の利益を取れるというのであれば、全然こっちも出してもいいし、広告も全然出してもいいし、だからはっきり言ったら1人だけ決まれば、マイナス、このパターンで言うと1万7000円のマイナスで、ここで有料で例えば、4万円使って、例えば紹介していっぱいしてもらって、2万円ね使ったとしても、ここで6万だったとして7万7000円かけたとしても、1件決まればね、とりあえずマイナスではない、2万5000円、2万3000円ぐらいプラスみたいなね、まあ、そういう計算ができるということですね。じゃあ、重要なのはね、まあ、ここもちろん集客というのも大事ですけども、じゃあここですよね、何件決まるのかっていう、このパーセンテージですよね。セールスの要はじゃあ集客できましたと、その後に、そのお客さん、その集客したお客様に商品を買ってもらうにはどうすればいいのかというのが、やり方がありますので、それを今からお話ししていきます。まずですね、セミナー、呼びます。呼ぶ前の段階に、呼ぶ前の段階に やれできること、当日までにできること、当日前でできること。申し込みがあっても、まず来てもらわなきゃいけないわけですね。そこまでもまたちょっとハードルがあります。申し込みがあっても来てもらえないっていうのは、まあ、ざらにありますし、もちろん値段に、ね、よっても来る来ないもありますし、セミナーの、興味づけのレベルにもよって来る来ないがあります。大体、そうですね、平均で言うと、まあ、来るのは結局7割ぐらいかな。来るのは結局7割と考えていくと、結局来てくれるのは7割というふうに見込んで、ちょっと多めにね、集客をしなければいけないということで、当日までにできること、まず申し込んでもらったらすぐに連絡することですね。
まあ、これ申し込んでもらう時がどうなのかっていうのにもちょっとよるんですけど、例えばそのセミナーポータルサイトとかね、全部申し込みまで決済までしてくれるサイトもあるし、そこはしてくれない、ただリストだけ、サイトに溜まっていって、あとは勝手にやってくださいっていうパターンもあるし、結構それはいろいろあるんですけども、まあ、どんなやり方にしろ、まあ、もちろん自動返信メールを送って、そいつまで詳細をね、こういうふうにお知らせするパターンもあるんですけども、どちらにしろとにかくこの申し込んだ人っていうのはなかなか基本的にはその来ないので、とにかくこっちからどんどんアプローチしていくっていうのが非常に重要です。特に無料のやつとかっていうのは、特に無料とか、その集客媒体で決済までしないパターン、決済までしないパターン、なしの段階、決済なしの段階ですね。決済なしとか無料の場合っていうのは基本的にその来るまでがすごく弱いですよね。まだこの時点でお金を発生しない。特に無料っていうのは当日受付だと基本的にはもう来ないですね。基本無料だったりして、無料だったり当日払い、無料だったり当日払いっていうのはかなり来ないです。これも7割以下ですね。3割ぐらいです。3割から5割ぐらい、3割4割かな。無料とか当日支払いっていうのはもう3割4割ぐらい減ります。まあ、それはなぜかというと、そこまででもうリスク発生しないからですよね。別に行っても行かなくてもいいという状況になってしまっているからですね。まあ、まだ決済、これ同じか、だからなるべく料金を取って、少なくてもいいから料金を取って、で、当日までに決済ちゃんとしてもらうというのが一番、間違いない方法ですね。で、大体計算としては、まあ、3000円から、まあ、3000円か5000円がいいと言われています。料金として500円とかで1000円とかになると、まあ別によくねってなるんですよねそうそうそう、まあ、行かなくて損したとしても、まあ、まあ500円だし1000円だし無料だしっていうレベルになっちゃうんで、3000円とか5000円だとちょっとね、ちょっともったいないかなってみんななるんで、まあ、これぐらいは取った方がいいかなと僕は思います。で、他のいろいろなそのセミナーのやってる、教えてる人とかも大体この料金の値がいいですよっていうふうには言ってます。で、これはさっきの方も、さっきのその全体的な料金設定の部分でちょっと言わなかったんですけど、そのセミナーを開催したことによって、利益を上げるパターンですね。商品を売らないパターンもありますので、その場合は別にこう高くしてもらっても大丈夫です。例えばセミナー料金自体を1万円ぐらいにして、で5人呼ぶと、で5万円の利益ですよと、まあ、このパターンもありますよね。もちろん、でもこれパターンは基本的に結構長売れていたり有名だったりしないと結構きついですよね。でも知らないしわけわかんないのに1万円払うわけですから、肩書きがあったり、なんか元なんとかなんとかだったりとかってしないと結構難しい部分ではありますね。なので、まだここまでね、有名ではないというパターンであれば、まあ、安くして来てもらって、いろいろ説明していいと思ってもらって買ってもらうと、何かを買ってもらうというのが、まあ、一番王道パターンです。で、当日までにできること、あとは申し込んでもらったのですぐに、これは、まあ、要は基本的に相手は
軽い気持ちで参加申し込みしてるってことですね。基本的に相手は軽い気持ちで申し込んでるということを常に意識しておかないと、どん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 当日になるにつれキャンセルが入ったり、やっぱり行きませんってなったりします。まあね、自分も昔になんかどっかセミナー行こうかなと思って申し込んだりしてね、やっぱりバックれたりとかよくしてたことありましたんで、まあそれを考えるとね、まあ、うん、そうだなっていう感じですよね。行こうかな、あちょっと面白そうだな、欲しいぐらいでしかやってないから、こっちはね、もうちゃんと会場にも用意して準備してよっしゃーってやってるのと温度感がね、もう全然違うっていうのを意識して全部やんないと、基本的にはどん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 離脱しちゃうし、当日来ないっていうのになります。でもう一つの戦略としては、メルマガですね。メルマガステップメール、メルマガのステップメールを最初からまあね設置しておくということですね。例えば登録してくれました、申し込みしてくれましたってなった時に、第1回の、まあ、メールが流れます。で、2通目、3通目っていう感じね、まあ、こう登録なんか申し込んでくれたら、そのメールアドレスに対して、こういうふうに順番にねメールが流れておくようにすると。だからこれはあの他のビジネスとかとも同じなんですけども、こう軽い気持ちでね、ピッて登録してると。で、登録して、メジロン編集メール来ました。詳細、当日はこんな感じですと。で、その後にもう一通すぐ来て、当日はこういうふうに準備してくださいとか、当日こういうふうに喋りますとかっていう概要みたいのを、例えばこうメールで話したりとかね、こういうふうにこのセミナーやったきっかけはとか話すとか、ね。っていうのをこうやっておくと、まあ、要は価値をちゃんと感じてもらうっていうことですね。こっちはセミナーの価値を分かってもらうっていう、まあ戦略ですね。こっちは軽い気持ちで申し込みました、なんかメールがね、いろいろなのに来て、このセミナーにかける思いとかね、このセミナーに前参加した人たちの声とかっていうのを送っておくと、あ、なんか軽いノリで応募したけど、なんかすごい良さそうだな、このセミナーってね、って思ってくれれば、ちゃんとね、行こうってなってくれるわけなんで、それをこう戦略的にやってもらうと。で、ここに動画があるといいですね。動画があると効果が増します。まあ、ここにいる人はちょっと見たかもしれないですけどね、僕とその、ね、対談動画してるやつとかね、そういうのを入れておくと、ああなんかちゃんとやってるんだとかね、こういう思いでやってるんだとか、お客さんの声とかあると、あこんなにメリットがあるんだみたいなね、この行くとね、このセミナーに行ったらこんなにメリットがあるっていうのを分かってもらうっていう行為ですね。これはあとは入り口段階のステップメールと、申し込み、これはね、申し込みの方と直前のリマインドメールがありますね。申し込みメールとリマインドメール2種類、これは申し込みしてからすぐのメール、あとは
セミナー3日前ですよ、2日前ですよ、セミナー明日ですよ、っていうのをもせあの送ってあげると非常にいいですね。例えばこれが、今日のセミナーに、申し込んでくれた人がいたとしたら、申し込んだ人は最初のこの、このセミナーの価値を分かってもらうようなメールがを最初に3、4通読んで、あ、このセミナー本当にいいセミナーなんだな、ちゃんと行くようにしようと認識してくれた。でも忘れます、基本的に皆さんね、忘れるし、他の用事が入ったらやっぱり完成するんですね。そういう時にこの、リマインドメールを流すと、まあ、今日のセミナーだったら昨日明日セミナーです、あの先日お申し込みいただいた、セミナーですと、それが明日行われますんで、ちゃんと準備して、お待ちしておりますというのをその一昨日も流すと、でその次の一昨日も流すとというふうにやると、まあ、どんどんね、やばい、忘れてたとかね、よかったよかったっていうふうになって、ちゃんと来てもらえると。まあ、ここに関しては、もうこの時点でお金払っているんだったらね、そんなに関係ないですけど、この2万人のメールがね。ただ、お金払っても来ない人ももちろんいるから、その時にはやった方がいいし、無料だったら絶対やらなきゃいけないですね、この辺はね。基本的に来ない。とかっていう感じです。で当日までにできることっていうのはそんな感じなんですけど、ここまでで何か質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？ということでですね、ここで一回、シンキングタイム的なのをやってもらおうかなと思ってるので、今、自分のビジネスだったり、まあ、やっていく、これからやっていくかもしれないでもいいんですけども、まあ、他人のセミナーでもいいんですけど、まあ、やるとしたら、セミナー、セミナータイトルが、まあ、こんな感じで、セミナーの内容がこんな感じで、まあ、自分がやるとしたらでいいですね。自分が喋るとしたら、自分がセミナーやるとしたら、セミナーないタイトル、セミナー内容で、そのメール、申し込みした時のメール、申し込み時のメール3通の内容、じゃあセミナー、どういうふうに内容を作っていったらいいのかということですね。
セミナーの内容、セミナーの内容の作り方、セミナーの内容、セミナー内容の作り方、次お話ししていきます。で、基本的にセミナーっていうのは、一番最後にね、商品を、まあ、あと時間、まあ、時間配分もまずね、考えますと、じゃこれ全体でね、3時間あるとします。で、商品をね、販売するっていう、最後にね、商品を販売するっていう感じなんで、今日はね。あのセミナー自体に価値を持たせて1万円とかでね、それだけで収益を得るという方法ではなくて、基本的には、今回は最後に商品を売るというパターンでお話ししていきますけども、まず、最後、これ一人によるんですけども、大体最後はですね、今、まあ、30分間は、セールスですね、クロージングこの時間を取ってください。で、最初の、まあそうですね、まあ15分ぐらいはお客さん来ないと思ってください。来ないんで、この時間は潰れます。基本的に申し込みし来たり来なかったり、まあ、この開始がね、14時だとします。14時から17時、ね、3時間ですね。14時から17時は3時間です。で、基本この15分は潰れると思ってください。その時点で、2時間45分になりますよね。で、2時間45分になるので、30分、クロージングをするとすると2時間、残り2時間15分ですね。だからすでに、2時間15分しかないと、3時間セミナー組んでもという認識で考えておいてください。2時間15分、まあ、これぐらいが実際に喋る時間ですね。で、まあ、休憩、例えば真ん中に挟むとしたら、まあ、これが、まあ、休憩5分入れるとしたら、まあ、2時間10分ぐらいですね。実際に2時間10分喋るっていうふうに、こういう計算ですね。大体みんな2時間10分の中でどういうふうに構成していくかというところです。で、セミナーの喋る内容ですね、まあ、これ大枠できました。そうですね。で、ちょっと余談ですけども、この辺ですかね。この辺の10分ぐらいに今準備するわけです。準備ですね。なんかプロジェクターあれしたりとかね、なんか席いろいろやったりとかっていうのは、まあこの10分。で、会場っていうのは10分前に入れますので、10分前に入ってわーっとね、準備しちゃうというような感じですね。はい、で、じゃあ何を喋っていくのかということで、まあ、例えば今回のセミナー講師になる方法であれば、ですね、まずセミナーの内容っていうのは一番重要なのがアウトラインですね。アウトライン、要は目次です。目次、まずはここから考えていかなきゃいけないです。今回何を話していくのか、最終的に何を分かってもらいたいのか、
どこに持っていくのかっていうところですね。まあ、今回のセミナー講師での方法であれば、まあざっくり考えられるアウトラインがまず1、セミナーの準備ですよね。さっき何話したっけ？集客。セミナーのその前に概要ですね。セミナーの概要、セミナーの集客、次セミナーの作り方ですね。まあ、作り方。でこの後セミナーでの商品の喋り方ですね。次は、セミナーの商品の売り方。まあ大体こんな感じですよね。セミナーの講師になる方法としたらね。まあ大体こんな感じになります。でこの中の要は。この中でこう分岐していくわけですよね。セミナーの概要、例えばセミナーの概要だったら、広告モデルと、まずは全体像を把握するとかね。まずは全体像を把握する。利益が出る。出る計算式を出すとかね、最初言いましたよね。まあ、こういうふうにこう目次からそのちょっとした内容、本とかもそうですよね。目次が大きい見出しがあって、ガザッとしたアウトラインがあって、その中にこういろいろ内容が、ね、あると。集客だったらまあ広告ですよね。広告もあるよ、無料もあるよとかね、有料もあるよとかの話していったと思います。まあ、こんな感じでまずアウトライン、ざっくりした話す内容を考えて、そこからこう分岐させていく、カテゴリー別っていうのを考えていきます。で、初めセミナーで喋るときって結構緊張するし、初めからホワイトボードパターンって結構難しいんですよ。だから私もそうでしたけども、初め自信なかったらもうパワポです。パワポ作った方がいいです。パワポさえ作っちゃえばもう読むだけなんで、はっきり言ったら僕も最初はパワポ作ってました。この前ここで話した YouTube の資料あるじゃないですか。 YouTube のあれとかも、これなダンティいっぱい付け加えてね、あの形になったんですけど、あれはもうずっと2年前ぐらいから使ってる資料なんですよね。最初はあれで僕もずっと練習してた。じゃこれをまあ作りました、これ全部作りました。そしたらああいうふうにパワポを作ってね、やると。で大体僕の計算上40枚で、30分から45分ぐらいです。まあ、当然内容とかね、喋る速さとかにもよりますけど、目安としてね、大体パープ40枚で30分から45分ぐらい持ちます。そう、だからまあ2時間10分喋るとしたら、まあ30分と見てね、少なく見積もってかける4なんで、160枚ぐらいはあれば、まあ、間違いないかなと。あれ終わっちゃったではならないぐらいの眠れます。160枚あればね。まあ、そういう計算ですね、今のところ。
まあ、200枚ぐらいあればね、まあ、もう間違いないかなっていう感じですかね。ただ読むだけになってしまうとね、本当早いんです。私特に緊張してる時はい、これはこんな感じです。これこんな感じです。これこんな感じです。言うだけなんですぐ終わっちゃいますから30枚ぐらいそうそうそう。だからそこはね、まあ、経験になっちゃうんですけど、どうしてもなんかこのセミナーの内容作り方って言ってタイトル決めちゃえば、僕みたいにこうやって今何十分もね喋れるようになるまではこっちとかねやっていったらいいと思うし、同じ内容ずっと喋ってたらそのうちパーポのね順番も覚えてくるし、そうそうそう、結構同じ内容をやるっていうのも結構重要ですね。これを例えば160枚作って、まあ、2、3回やれば多分次なしでも喋れるようになります。なしで喋れるようになったら次はこのアウトラインだけをパワポのね、最初作ったこのパワポじゃなくて、この最初作ったこのアウトラインだけを、まあ、なんか紙でもいいし、メモでもいいし、紙か、PC にこうやって表示させて喋るのを練習し始めたんですね。基本的にはやっぱりホワイトボードを使ったり、むしろホワイトボードすら使わないっていうのが最終目標だと思ってください。ホワイトボード使わない、よく孫正義とかね、スティーブ・ジョブズとか、あのパターンですね。もうパワポ一応使うけど、なんかこういうの持ってリモコン持って、もう本当こう30分に1枚だけこう変わるとか、ね、データ見せるときだけピッてやってこのように、あと全部こう歩きながらこうやってこうやって喋ってください。あれがマックスですあれが最高級ですね。まあでも今企業でも普通に大手の企業とかでも、まあ、パワポは使わないで喋りなさいっていう風な風潮にはどんどんなってきてますね。このいろいろパブリックスピーキングでやっぱやった方が伝わるんで、一番はこれも使わない方がいいレベルの勢いで、最終目標をそこら辺まで高くね持ってやっていってほしいっていう感じです。結構動画で検索すれば孫正義とか、ね、スティーブ・ジョブズの動画ありますんで、一回見てみるといいと思います。っていう感じで、じゃあ今ねちょっとお見せしますが、例えばまあいいか、それはあ、いいっすよ、それいいですね。例えば今喋ってるやつね、こんな感じになってます。これですね、アウトラインですね。自分が本当に経験していることであればアウトラインだけでも十分喋れるはずなんで、僕も今日これ喋るつもりじゃなかったんで、さっき作ったんですけど、これ全部そう、まあ、そういうことも可能になるということですね。まあ、このようにアウトラインを作って、順番に喋っていくと。で、基本は、ね、紙がいいです。紙媒体が。うん、僕もね、BSA のセミナーの時とか、紙で用意してたの知ってます。見にくいんですよね、やっぱり PC とかデジタルだと。そう、やっぱりね、紙って僕も未だに逆に家とかね、こうアイデア出しする時とかっていうのは全部紙で書くんですけど、だからね、やっぱ紙と、コンテンツ、デジタルコンテンツっていうのは結構使い分けた方がいいです、こういう時とか特に。で、一番いいのはちょっと環境にもよるんですけど、その紙で書いて 2、3枚にまとめたやつを、そのなんだ、音楽とかで使う譜面台っていうんですか、あれにこうやってるのが一番いいですね。こういうピッピッペラペラっていうのがいいです。こうやってね、やってるの結構良くないんで、本来は紙で大きく分かりやすく書いてあるやつを譜面台に載せてこうちょこっと見るぐらいの何度が一番いいですねという感じですね。で、まあ、目次作りで、目次作りで、もう一つあるんですけども、
僕もよくあのシェアタイムとかね、あのワークやってるじゃないですか、今これやってくださいとか、あれっていうのをどこに入れるかっていうのを最初は考えておいた方がいいと思います。ワークとかシェアタイム、ワークとかシェアをじゃあこの毎回ごとに入れるのかとか、どこに入れていくのかっていうのを見てください。で、ワークとかシェアタイムっていうのはでは何のために入れるでしょうか、小林さん。ワークやシェアタイムは、はい、何のために、はい、なぜわざわざこれやってるんですか。聞いてるだけじゃ入ってこない、聞いてるだけじゃ入ってこないから、東川さん、なんで言えるんですか、ワークとかシェアは。いや、さっき思いついたんですけど忘れちゃった、忘れちゃった。じゃあ先だけどさん。そうですね、まあやっぱクロージングがあるので、はい、やらせるっていうことがすごく大事というか、なんて言ったらいいんですかね、こう行動させる、行動させる習慣をつける。そしてちょっとなんかできるかもとか楽しいとか、あと一体感とかも得れば、うん、話が聞きやすくなるというか、なんかライブとかでもなんかこうつかみとか笑いとかでもなんかそういうのがみたいな効果も、なんか特に大島社長のセミナーとかはワークがすごいつかみというか、そこがこうそういう風な使い方もしているのかなと思ったんですけど。なるほど、ありがとうございます。じゃあ岩瀬さん思い出しましたか。何でもいいですよ、何か言ってください。何でも、自分ごとにするためとか、自分のものにするため、はいはい、ちょっと若干でこっちと似てるかな、うん、自分のものにするためということで、まあこれね、あの全員あの正解です。そして、まあ、竹野さんがね一番、まあ、もちろん近いんですけども、基本的には、まあ、会場の雰囲気を良くするっていうのが、まあ、一番のメインではあります。まあその竹野さんが言ってた通り、あの一体感ですね、一体感。あと、まあ、一体感というのはちょっと抽象的なので、あれなんですけど、要はそのオープンマインドにしてもらうというのが一番の目的です、基本的にはね。僕自己紹介とかも最初にずっとやってもらってたじゃないですか。あるのはまずは自己紹介してもらうことによってこう一気にこう空気が和むというかね、あ、なるほどみたいな、なんかこうセミナー来て緊張してじゃないけど、よし頑張るぞ、聞くぞ、勉強するぞじゃダメなんですよ、それじゃ買ってもらえないんで、うん、なんで、まあ、そのラフな感じでね、僕もよくセミナーで言っても最初に言ってると思いますけど、そのラフな感じで聞いてくださいと、あ、そのかしこまらなくてもいいし、もうメモのまま取らなくていいし、とりあえず聞いてくださいって言ってるんですけど、それは、まあ、そのまずこの世話しない感ですかね、初めて行った会場、初めてのセミナー講師、隣も誰かわからないっていう状態でセミナーを聞いてると、なんか怖いというかね、なんかその恐る恐るなわけですよ、基本的にみんな。だからそこでこうワークをしてもらったりとかすることによって、なんかまあ普通の状態に戻すって感じですね、人としての通常状態に戻す。そう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 、基本みんな外出したらね、ちょっとこう気合、なんか殻を、ね、一瞬作るじゃないですか、どこでもそうですけど、パーティーに行ったりね、飲み会に行ったりとかするんですけどね、知らない人の中に飛び込んでいくと、基本的に人はこの防御反応が出てるんで、AT フィールド的な、ね、やつがこう貼られてるわけですから。まずはそれをこう なくしてあげる、大丈夫だよっていうのをね、でそこでこう一体感を出すことによって、あの
まあまあまあみたいな、まあ、普通のリラックスして聞くことができるんで、リラックスした状態だと何かをこう販売した時に、あ、まあまあまあちょっと聞いてもいいかなぐらいにはなってもらえるっていう感じです。その一体感、そうですね、まあ、リラックスしてもらって、あとは問題点を認識させるっていうのも考えられます。問題点を認識させる、さっきね、社長に例えば書いてもらいましたね、その自分がセミナーやるとしたらこういうタイトルにして、こういう内容ざっくり書いてくださいと、で、メール本文、メール3通書いてくださいって言ったじゃないですか。で、僕がこういうふうにね、終わりました、こういうセミナー終わりましたと、ここで一つご提案がありますと、もうセミナーをね、全部企画して集客して、自分でその、セミナー内容も全部書いて、で、あの集客方法もちゃんと自分でやって、ステップメールね、自分で組んで動画作ってやるの大変じゃないですかって最後に言って、それ全部私がサポートしますんで、ぜひご検討くださいって言ったら、ちょっと考えるじゃないですかそう、そういうことなんですよ、うん、だから あそこでねもう認識したわけですから。でもこれ実際自分にやるのちょっとあって多分思うはずなんですよ、みんな、うん、そこでそのめんどくさいの大変だし、自分で考えるのも大変で、じゃあ実際にこれからお話ししますけども、そのセミナーでのクロージング方法とかも、ね、あるし、受付とかね、申し込みをしたら全部ありますよねと、全部自分でできますか、その時にこちらの商品9万8000円で全てプロデュースしますとかね、あなたは商品を作るだけですと、パワーポイントも全部こちらで、ね、お作りするのを手伝いますと言ったら、はあ、ちょっと安いかもってなるじゃないですか。あとでこのセールスの話もしますけども、そこで最初ね9万8000円とかで入って、でも分かりました、今日は特別特価で4万8000円とかするので、安っってなって、もうつい申し込んでしまうわけですよね。そこで特典とかね、さらにバーってつけるともっといいんですけど、まあ、それはちょっとこれから話していきますね。今はこのね、パターンで、もう一つ、これね、意外とみんな分からないと思います。セミナー講師の休憩です。セミナー講師の休憩です。休憩がないじゃないですか、僕基本的に。うん、これがあるから十分、全然余裕なんですよ。なくても。うん、なんか僕はあっち行ったりとか、ジュース買ってきたりとか、お皿買ったりとかしてる。あれ休憩で、あと、この人何しようかなみたいな、なんだっけなっていうのをやってるんですよ。うん、このシェアタイムでね。だからまあ慣れてきた、まあ、最初はこうやって型をつけてここで入れるって決めてもいいと思うんですけど、まあ、慣れてきたら今僕みたいにちょっと使ってきて、腰入れとか思って、じゃあシェアタイムやりますって言ってやるわけですね。そうそうそう、で内容もある程度ね決まっておけば、この辺でこれのシェア入れるとか、あとはそのこのワークとシェアの違いなんですけど、ワークっていうのは基本的にそのほらやってくださいと、問題で書き出してもらったりとかっていうパターンなんですけど、このシェアタイムってただ単純に今まで話したこと、たまにやったことあるから分かると思いますけど、今ここまで話をこうアウトプットしましょうみたいな感じで、こうみんなでワーってやってもらうパターン、この大体2つがあるんですけど、このマーク、このシェアの方は比較的いつでもぶち込めるんでそうそうそう、結構便利ですね、シェアの方は。ワークの方は あらかじめね、結構仕込んでおかなきゃいけないんで難しいんですけど、シェアは最初の段階で、途中でシェアタイム入れますんで、そのっていうシェアタイムの重要性は先に話しておかなきゃいけないですけど、わかりますかね、うん、シェアタイムの重要性を話すとっていうのは、よく言われるように、その基本的に人間っていうのはインプットばっかりだとなかなか入ってこないと、アウトプットをして初めて自分のものになりますよとよく言うじゃないですか。セミナーも同じなんですよ。
だから、私のセミナーでは最初からあの途中途中でシェアタイムしますから、私がと合図ともにやってくださいねっていうふうに説明しておくと、素直にシェアタイムはやってもらえます。いきなり何も言ってないよね、じゃあシェアタイムとか言ってみてもみんな黙りますからね何話しているのかね。でしかもそこで最初に自己紹介とかして、あのこうなんだ仲良くさせとかないとシェアタイムの時もできないですよ。いきなりシェアタイムで言うさ、あのやれって言っても誰みたいになるんで。そうです。で、少数の場合はいいですけど、まあ、あのちょっと僕のねちょっと多めの人数の時のやつ見たことある人は分かるかもしれないですけど、少数の時であれば別にこれでいいですけど、まあ、数十人いるパターンだとこうグループ分けをしてねあのやった方がいいです。だいたい 3,4 人で固めて、じゃあここはここでお願いします、こっち指示してあげないとみんなこうあたふたします。じゃあここの4人、じゃあここの4人、じゃあそこの4人とそこの4人で、グループでお願いしますって、でこの後の試合もそのグループで毎回お願いしますって言うとね、みんなやりやすいんで、基本いくらあれしたって言ってもやっぱり他人なんでね、今日会った初めて会った人たちなんで、基本的にはこっちがこうねこういろいろ管理してあげないとこうやってくれないんでその辺はまあグループ分けをして、ね、やっていくと、まあ、これ結構重要です。むしろここメインぐらいで、ね、セミナー講師の休憩とかこの次何喋るのかっていうのを一回整理しないとずっと喋ってるとね僕も脱線してくるし、こう目次ね何回も何回もみたいなのダサいし、そうそうそうだからあそろそろ区切ろうとかね、あとこういっぱいになったいっぱいになったタイミングでとか、かけるとこなくなった、じゃあこれで次行きますって、でシェアタイム入ったりとかね、いっぱいになってシェアタイム入れて消したり消し始めたりとか、まあそういうような流れですね。はい、はい、ということで、次はですね、実際にセミナー当日のどうしたらいいのか、セミナー当日セミナー当日にやること、あ、ちょっとさっき言い忘れました、シェアタイムやワークを入れるっていうのはもう一つの理由、寝ないようにするっていうことです。寝かせないこと、寝かせないため、基本眠くなっちゃうからみんな、だから、まあ、セミナー講師の休憩とかっていうのプラスアルファで僕が質問シェアするタイミングっていうのは大体誰かしらが寝そうになった時です喋ってて絶対誰か寝始めたりちょっとうとうとし始めたりするんですそしたら、はい、じゃあここでシェアタイム入りますってやるとシャキッとしてしかもグループ組んでるからね、話さざるを得ないから、そうそうそう、そこで普通にワークとかやっちゃうとでさらにこう下に向いちゃうんで元に向かっちゃうんですけど、これシェアタイムとかすると起きますそこ大事ですからね、寝ちゃったらダメですから。ということでまずセミナー当日にやることは、席ですね、席の配置、席の配置です。席の配置は要はその今教えたこと、今伝えたことのパターンでシェアするじゃないですか、要はねグループ組んでシェアしてもらうんで、シェアしやすいように組むっていうのが一番の目的です。シェアしやすくする、まあ大体これぐらいの人数、例えば、12人来るとしたら、資産12だから3人グループを 4個作るとかね、そしたら、こっちの席、前後で2テーブル、
真ん中に2テーブル、こっちに2テーブルとか、ね、で、3人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 もらうと。あ、違うか。間違いない。4人ですね。4人を3個使ってもらう。あとは3人にするんだったら3、3、3、3で 4ブロック作る。で、基本的に見栄えがいい方がいいし、繁盛、いっぱい来てる感を出したいですよね。なるべく、満席感。なるべく満席感を出したいですよね。だから、まあ、大きい会場があって、まあ、セミナー講師が、ね、ここにいたとして、まあ、今のパターンでね、今日12人来るとしたら、まあ、これが一番いいですよね、ブロックとしてはね。ブロックとしては、まあ、こういう4ブロックを作った方がいいかな。逆に、これが、3×4 でこれだったらね、4人を3ブロック前に詰めてしまうよりは、ここ詰めてしまったら、こう、相手がスカスカになっちゃうじゃないですか。後ろがね、スカスカになっちゃうから、だったら、まあ、12人だとしたら3人のブロックを4つ作った方がいいですね。まあちょっとね、あの席としては、まあ、席としてはこれだと、まあ、例えばこういう 長い席がねこうあると思うんですけど、まあ、こういう風になったら、3人1、2、3とかね、1、2、3ってやった方がいいですね。その方がまあいっぱいいる感は出るかなと。どっかに一塊にしちゃうとスカスカに見えちゃうね。あんまりスカスカすぎてもね、そのセミナー自体ちょっと微妙なんじゃねみたいな感じになっちゃうんで、まあ、僕がよく言ってるね、ブランディングの方法ですよね。繁盛してそんなものにみんな人の信頼を置くんでという感じですね。次の配置、次ですね、音楽の重要性。音楽ですね。音楽、はい、これも皆さんね、お分かりだと思います。私がいつも流してるね、Call Me Baby ですね。そう、なんかね、Call Me Babyみたいな、ああいう洋楽がいいですね、基本的に洋楽。基本的に洋楽にしてます、音楽は。それはなぜかというと、日本の音楽をかけてしまうと、日本語がね、入ってきちゃうので、喋るときに邪魔なんですよ。そうそうそう。英語だったらわけわかんないから、BGM としてね、流れるわけです。で、あとまあこういう、コールミーベイビーみたいな、こうポップなやつですね。ポップなやつ。ちょっとなんだっけな、なんかね、コールミーベイビー多分調べてみればわかると思うんですけど、コールミーベイビーみたいな、なんかそういう、なんか波長があるらしいんですね、あの音楽の。なんかその、人がこう、なんかよく言うじゃないですか、その、音楽で、なんかこう、いい感じの、テンションが上がるなんかメロディーみたいなあるじゃないですか。よく集中できるやつとか、テンション上がるやつとか、それのテンション上がるやつみたいなのの、その流れになってるのがコルニーベイビーですね。あの曲自体が、そうなってるんです。そういうのがあるんですよ、洋楽で言ったら。これがこんな感じのパターンですね。ちょっと忘れちゃったんですけど、コードシーン、多分ね、なんか多分検索でテンションが上がるなんか波長みたいな、そういうなんか行動とかね、なんか調べたら出てくると思いますけど、一応コールミーベイビーはそれに該当するやつです。選ぶものは洋楽の方がいいですよと。
で、あとは、音楽なぜ書けるのかというところのもう一つとしては、もう一つというか音楽の重要性ですね。行動を起こしやすくする、行動を起こしやすくする。まあ、僕のセミナーに聞いたらね、もうコールミーベイビー流れたら何かしなきゃいけないみたいなちょっと若干歌曲つけてついてるはずなんですよね。まあ、人間っていうのはそういうもので、あ、この音楽流れてる時ってこうやるんだっていうのがもう習慣化されるんで、瞬時に毎回ね。まあ、これはテレビのね、広告とか CM とかでも同じだと思うし、例えばドラマの主題歌になったねやつとか聞くと、あの映画だってすぐ連想するじゃないですか。まあ、そういうのと同じで、この音楽はこういうことだと認識させる。だから、まあ、私の場合だったら Call Me Baby ってやったらみんな行動しやすくなるんですよね。じゃあシェアタイムですってあれ流したら、はい、わかりましたってみんなね動くわけです。で、こういうのも一番最後のねセールスとかにも全部聞いてきます。では申し込み用紙、例えばその今書いてくださいって言った時にこれ流すとかねっていうふうにすると、あ、書かなきゃ、行動しなきゃみたいな、なんか書かなきゃってなるわけですね。まあ、これはセールスにも関係してきます。セールスに関係してきます。で、基本的にやってみると分かるんですけど、シェアタイムとかも結構やってくれないんですよ、最初のうちね。自分の実力がないというか、こう人をコントロールするっていう、そこも、まあ、普通のセールスにも関係してますけども、シェアタイムにちゃんとやってもらうっていうのも結構意外と難しかったりするんで、こういう音楽を使って やるというのも非常に重要ですね。で、次、温度の重要性ですね。温度、室温、室温は基本的に、ね、18度から25度ぐらいにしてくださいというふうに言われています。では東川さん、これは何で温度を温度するんでしょうか。暑すぎず寒すぎない快適な温度だから、はい、はい、小林さん暖かいと眠くなっちゃう。はい、正解です。眠気防止です。基本的にね、寝たら終わりなんで、セミナーは絶対寝させちゃいけないですよ、基本的にね。だから、こういう温度調節が微妙にできないところっていうのはやんない方がいいです、あんまりね、うん、これでも全然暑いじゃないですか、全然眠くなるんですよ、この温度ちょっと寒いぐらいがいいですよね。ちょっと寒くて、こう、なんかお客さんが羽織り始めたらっていうまあ女性とかがねいるとちょっとあれですけど、でも、まあ、基本的にはちょっと寒すぎて羽織るぐらいがちょうどいいです。絶対寝れないんで、寒くてそういう感じですね。眠気防止、まあ、もちろんね講師もそうですけどね、講師も暑いとテンションが上がらないというか、校舎が一番暑いんだよね。だから まあ、どちらかというか校舎が全然快適なぐらいだとちょうどみんな寒いぐらいなんで、ちょうどいいかなと思いますね。まあ、セミナー当日やることは、まあ、このぐらいです。あとね、欲を言えば、あとね、香りも重要です。香り、アロマ的なね、まあ、だから本当にね、このライブ的な感じで、ね、用意するってことです。で、こうリラックスして聴いてもらえて、で、普通にすぐにね、みんなが友達になれるような会場作りをするっていうことですね、絶対的に言うと。で、寝ない、寝かせない。
ていうのが一番重要なんで、そこをね、あのしっかりと認識していただければと思いますね。セミナー当日でやること、そんな感じですね。あ、そうだ、ちょっとね、順番が、申し込み用紙ですね。申し込み用紙使わないといけません。何か販売するとしたらね、申し込み用紙を準備します。申し込み用紙を準備、これはもう、これは当日中できないからね、当日までにやっていく。申し込み用紙ね、まあ、申し込み用紙は簡単なもの1枚で十分ですし、まあ、申し込み用紙がどういうふうに来るのかっていうのをちょっと、まあ、これはちょっとね、申し込み用紙時間ないんでちょっと飛ばしますね、まあ、申し込み用紙の作り方っていうのもありますんで、それはまた詳しく。では今はね、当日全部準備できました。じゃあこれから喋りますと、一番注意しなきゃいけないことね、喋り始め、セミナー中に意識すること、はい、セミナー中に意識すること、一番重要なのは何でしょうか、小林さん。一番重要なのもテクニック的なものでもそうですし、一番声の大きさ、声の大きさ、あ、いいですね、声の抑揚ですね、はい、じゃあ竹野さん、聞き取りやすく、聞き取りやすく話したり身振り、はい、東川さん、見た目確かに確かに、これはね、もちろん大事ですね、はい、見出しなりか、見出しなり、はい、やばいやばい、見出しなり見出しなりやばくて間違いないですね。まあでも見出しなりね、ちゃんとやんなきゃダメですからね。まあスーツで基本的にはいきましょうね、はい、で、一番重要なことがありまして、基本的にもちろんセミナーっていうのはそこでこういろいろ勉強してもらうためでもあるんですけども、売る、基本的には売るんですよね、最終的に商品を、基本的に最終的に商品を売らなければいけない、これが一番重要です。シーディングっていうのがあるんですけども、これはね、種まきですね、種まき、僕がセミナー中にね、よく言ってると思いますけども、私のコンサル生はとかね、私のコンサルでは詳しくお伝えしますとか、私のコンサルではテンプレートがちゃんとあるんですけどっていうのをさりげなく何回も何回も言うんですよ。このもう少しね、さっきの例えば、さっきのもし僕のコンサルとしたら、さっきのね、なんか申し込み用紙とかあったじゃないですか、今ね、ちょっと申し込み用紙の時間ないんですけど、まあ、これはね、私のコンサルではしっかりと教えるんですけど、って言ってやるとなんかみたいなこの詳細はちゃんと私は例えばコンサル生にはちゃんと教えてるんですけどとかって言うと、なんかコンサル良さそうだなってなってくるんですよ。この先はコンサル、この先はコンサルってやったりとか、コンサル生の事例を出したりとかね、BSA の、セミナーでもそうだったと思いますけども、 BSA ではここをねちゃんと教えるんですけども、で、次にさりげなくこう移動するんですよね、次ってテーマにね。そうすると、まあ、当然セミナーとかでいきなりセールスするとみんなこうこわばるというか、こう構えるんですよ。それはいきなりセールスするからこわばるわけであって、この時点からコンサルをやってますって僕は言ってると、別に普通に聞いてくれるんですよ。だからみんないきなり売っちゃうからね、
こうなっちゃうんですよ。これ対面のせいですよ、同じです。何にもなんか何にも全然違う話をしてたりとかね、最初からいやいや売りませんとかね言うんじゃなくて、私はコンサルティングをやってますと、で生徒さんもコンサルティング席がありますと言ったら、最後にコンサルティングのご案内はありますんでよかったら聞いてくださいと言ったら、はい分かりました、ちょっと気になってましたってなるわけです。そう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 、だからこれが一番重要ですね。これを本当に1回のセミナー中にね、最低5回ぐらいはぶち込んでください。5回、最低ね。いけるならどんどんいってほしいです。あんまりやりすぎると、ね、完全にもうどんだけ売り込んでんだみたいな感じになっちゃうんで、さりげなくね、事例とかもこれ入りますからね。事例もシーリングのうちですから、事例のお世話せではこういう人がいますよっていうのをちょこ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 入れていって気になってもらうっていうのが非常に重要です。で、当然ね、あの抑揚っていうのはあの言われて、小屋さんか、抑揚も非常に重要です。だからまあ一番なんか結構難しいんですけどね、声の抑揚とかね、僕もやってますけど、そんなに僕はそんなにここはできてない、まだできてないかなと思うんですけど、っていう沈黙とかも結構いいんですよ、抑揚の一つです。そうそうそう、僕たまこれ沈黙はよくやるんですけど、そうそう、沈黙すると一回こうねで止まるんで、あれってなるんですよね。そうするとその時にこうやっていって、ね、ちょこ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 やっていくと結構場の雰囲気が変わるというか、ずっと同じトーンでずっと同じこうやつあのなんて音でやってると眠くなるんですよね、人間ってね。あの学校の先生とかでもいませんでした、なんかおっさん、数学の僕よく数学の中学生の数学のおっさんがいたんですけど、おじいちゃんみたいな人は、なんとかなんとかこれでなんとかなんとかでとなんかお経みたいにずっと同じでね一定のリズムでこう喋ってるから、もうみんな寝るんですよ。ほぼ全員寝るんですけど、もう寝ないっていう方が難しいぐらい、だからこう一定のね一定のリズムだと、まあ抑揚も大事なんですけど、こうっていうのは大事なんですけど、結構これ難しいんで、初めはこうストップアンドゴーで沈黙ぐらいで使って。なんかあの上川さん、はい、とかなんかいいですか、とかなんか空気感変えたいときに一瞬止めますよ。ああそうですね、止めます。あとここ聞いてほしいっていう時とかね、その前に一回沈黙するとみんな見るんで、あれ止まったぞみたいな。まあこれはねもちろんそうですね、聞き取りやすくっていうのはもちろんですけども、まあ、聞き取りやすくっていうのの聞き取りやすくっていうよりはどちらかというとそのあの、ね、早めに喋った方がいいですね、スピードは早めに喋った方がいいです。なんで早めに喋った方がいいのかっていうのは本当ね、熱く聞こえるんですよ、早い方。淡々とね、ゆっくり喋ってるとなんか説明してる感じになるんですけど、あ、早く喋るとあのこう早く喋ってこうやってやってるとなんか伝えたいんだなこの人みたいな風に見えるんですよね。ゆっくり喋るというよりは早めに喋る方がいいです。なんかちょっと焦ってんじゃないかぐらいが、しかも早い方が聞き取りやすいんですって人間って、意外と入ってきやすいらしいです。あスピードラーニング的な、確かに戦場カメラマンの人とか全然入ってこないですよ。なんか早い方が結構聞きやすい、心地いいらしいですよね、心地いいし、入ってきやすいらしいん で結構早く喋る、でも普通通常の喋りって結構遅いんですけど、セミナーの時は意識して早く喋ってます。でちょっとこうトッとなっちゃうぐらい
結構早く喋るとしかも熱く聞こえるんで結構これは重要で、うん、この人すごい熱い人だなみたいな。熱い人って結構なんか信頼度上がるじゃないですか。だからまあここが早めに喋るっていうのも重要ですね。まあ、これもちろん身だしなみはね重要ですね。大体スーツで。でもここちょっとねあの改造っていうか発展系ではあるんですけども、結構王道パターン、王道パターンっていうかこのセミナーのセールスするときに、上着をね脱ぐっていうのはね結構上着を脱ぐっていうのはこれは手法の一つですね。スーツの上着を脱ぐセールスするときにね、こういうかこういうの脱いで途中で熱いふりしてこう脱ぐらしいですよね。僕も普通にやってますけど、セールスのセミナーの時はね、そうするとなんかこう親近感が湧くらしいですね。へえ。こうやってしてるとね、私もこうオープンだよみたいなっていう、これは。やった方がいいらしいです、うん、僕も教わったやつでは教えてましたね。これは絶対やった方が成約率が上がるって言ってました。何回もテストした、うん、みたいですね、はい、いやちょっと時間が迫ってきましたんで、まあ、喋り方一番重要なのはねここです。チーリング、これね特に忘れちゃうんで、最初のセミナーとかもう喋ることにいっぱいいっぱいなんで、シーディングなんてやってる場合じゃねえって思っちゃうので、僕もそうでしたけども、例えばその申し込みをして、ね、自分のセミナー内容を紙に書きました。そしたらその横にあの注意、全体的な内容ですね、全体的にセミナーで注意しなきゃいけないことっていう紙をもう一つ作っておくんですけど、そっちに大きくシーディングって書いてきます。いつも書いてきます。タイムを忘れずにって自分に対しての注意事項を横に書いて置いてましたね。まあ、今でもやってますそれは。まあ、こうやって、セミナー内容をね箇条書きしたやつ、自分のやつがあったらここにねこう嬉しいこういうふうにね大きく書いたりとか、まあ、よくしてます。それぐらいこれ重要だってことですねっていう感じですね。セミナー中に意識することは、本当にシューリングが一番重要ですということですね。はい、では最後ありましたが、最後、セールスですね。セールスの方法、はい、セールスの方法最後、基本的には、ね、ざっくり大きく分けると2つです。当日に売る、後日、基本的にはこの2つ、後日パターンもあります。僕のセミナーで、ね、しか受けたことのない人であれば当日に売る方しか見たことないかもしれないですけども、後日に売るっていうパターンもあって、当日に売る、後日に売るパターンだと、例えば、無料コンサルティングやりますっていうね、無料コンサルティングがありますので無料コンサルティングお申し込みくださいと、その申し込み用紙を配るっていうね。でそこに日時が書いてあって、日時選択するのがこう書いてあって、そこにこう選択したりその応相談って書いたりして、で結局は対面のセールスに持っていくと、無料コンサルからの対面セールスパターンですね。で私がいつもやってるのはこう当日に売るっていうパターンですね。この場合は当日申し込み用紙を書いてもらう。ですね。で今回はこの後日に売るパターンではなくて当日に売るパターンの紹介を少しお話します。で当日に売るパターンですね、僕が一番使っているのが、このハイパーオファーっていうやつですね。
ハイパーオファーってやつですね。あの直前に値段を一気に下げるってやつです。あの手法ですねこれハイパーオファーという、ね、あの名前なんですよ。値段を一気に下げる。これだいたいね、3分の1、マックス半額、半額、まあ、だいたい半額か3分の1ですかね。まあだいたい半額かな。まあ、パターンとしては半額以下ですね。半額か3分の1の値段に下げるっていうのが一般的ですね。でこのセールス方法に関してはあのジャパネット高田が一番うまいですあれ同じですジャパネットのやつと同じです。本日はこの時間帯だけドゥルン1万円ですみたいなね。9800円です。ね、9800円下げますよね。まあ2万、まあ、1万9800円が9800円になります。でここで特典と限定をつけるんですよ。さらに限定性ジャパネットの方思い出してくださいね。ドゥルンって下がったやつ。しかもなんと今回は特別にこれをつけますみたいななんかいっぱい出てくるじゃないですかなんかねその カバーとか入れ物とか、 なんかむしろなんかもう一個商品ついてきちゃったりとかね。そうするとうわマジお得やんみたいになるわけですよ。でお得なのは分かりました、あの価格が半額ぐらいになりました、もう欲しいもう欲しい、あと一声の時に限定するんですよね。最後このオファーはあと3時間で終わります。あとはもう売り切れしちゃうので、先着100名様しかご提案できませんと。ここまでだとまだちょっと弱いんですよね。ここまでだと、まあ、欲しいのは分かったけど別に今すぐ必要ないわけです皆さん。そこまでね。ただこの限定性をつけることによって今買わないともう無理、こう恐怖というかね、その今買わないとこれはもう手に入れられないんだという認識を最後に植え付けると今すぐ買いますっていうふうになるんですね。まあ、これが行動パターンですね。このハイパーオファー、まずは値段ですね。値段を下げて特典をつけて限定です。限定を出すと、これ他にもねいろいろあるんですよ。オファーの種類はね、ロールなんとかオファーとかね、ちょっと忘れちゃいましたけどなんかいろいろ方法があるんです。このハイパーオファーをした、例えばもっと追い込むんだったらハイパーオファーやって、でこう分かりましたあとね、ちょっと悩みましたっていう人たちに対して、例えばこの後、例えばスタッフが全員こう隣に行って詳しく聞いてあげて、ちょっとセールスするとかね。あとはもう悩んでいる人だけ残ってくださいと、絶対買わない人も帰ってください。絶対買わない人が隣にいると悩んでいる人は絶対もう買わなくなっちゃうんで、そこ分けちゃった方がいいですよね。絶対買わないんだったらもう今すぐ帰ってくれっていう感じの気持ちでやった方がいいです。悩んでいる人は例えば後日相談でもいいし、まあ、直接ね、相談はそこでその場でしてあげてもいいしっていうふうに必ずやって、で申し込み用紙書いたら今回の特典は継続しますと、とりあえず書いてくれるだけでいいです。別にこれ確定じゃわけじゃないからね、これ書いたら払って入金すぐされるわけじゃないですから、その場でクレジットカード決済しようって言ってるわけじゃないから、とりあえず書いてくださいと、書いたら有効にします、後日キャンセルでも別にいいです、とりあえず書いてくださいっていうオファーをしていくと。で、あとちょっと最後ですけども、アンケートを下にアンケート欄を必ずつけてください。アンケート欄申し込みをして、
で、こう基本的に誰自分が迷っててもう書きそうなんだけど、あの他隣の人が全くこうやってやってたらちょっとなんかちょっと書く勇気がなくなっちゃうんですよね。だからみんな書いてる雰囲気を出すためにアンケート書いてもらうと、申し込んでるか申し込んでないか分かんないけどみんな書いてると、みんな書いてるから安心してその人も書いてくれるので、そうだから何かしら書くという行動をさせるってことですね、申し込み、オファー中は。そうすると迷っている人も安心して書ける。やっぱ一人だけ書いてるのはね、結構やっぱ嫌なんですよ、人間はね。人も書いてるし、あの人も書いてるから、じゃあ私も書こうってね、やっぱなるし。自分だけがこの商品いいと思ってるっていうのもちょっとみんなやっぱ嫌なんですよね、人間は。そうそうそう、書きづらいです。みんないいと思ってるって思って本がみんな買いやすいっていうのがですね。はい。ということで、今回ね、このセミナー講師ならこうこうっていうのが全部話しましたけども、もしあの全然ね、このあと、これ、まあ、ざっくり話したけど、本当、一部分なんで、あのセミナーの、ね、申し込みを書いたとか、実際に集客の仕方とかね、実際にこう話し方っていうのをまだ伝えてなかったんで、あ、もう一つありましたので、こう動くってことですね、動くってことは非常に重要ですね。よく左右にこう絶対動く。僕もよく動いていたんですけど、このみんな今知ってる中なんで、ね、あまり動いてないんですけど、本来はこうやってどんどん動いた方がいいですね。であとそっちの東川さんに質問するときはこっち側に来る、竹野さんに質問するときはこっち側に来るっていう、こう対でやった方が、ここ竹野さんに質問するときに僕がこういう風にやっちゃうと、東川さんがこう東川さんゾーンがみんなこう入ってこれない、仲間外れみたいな感じの雰囲気になっちゃうんですよね。だからこう対局にして全員こうやるみたいな感じが、ね、そういうのもあります。まあ実践をね、実際に実践してみないとね、なかなかセミナーっていうのは、ね、難しいんで、これをねあのしっかりと練って自分のセミナーをやって、例えばコンサルティングであればね、いくら時間がかかっていくら、ね、経費がかかったとしても、例えば30万円のコンサルに経費を入れたらね、十分ですから、ね、まあそんな感じでね、まだ、セミナーやりたいと思ってるけどできないという方は、私の方にですね、あの連絡いただいて、お安くしますんでっていう感じ、まあそういう感じの、まあ、こういうねセールス、まあ、やりやすいですよね、最初から。売りますよじゃないけど、シーリングをしてると、まあ、やりやすいです。欲しくなりましたよね、欲しくなりましたって、まあ、やりたいですよね。でも時間もかかるし、大変な人もかかるし、初めてだとね、失敗する可能性もあるし、リスクもあるし、まあ、いろいろこう、そこでこう、わーってやって、最後にじゃあ、全部サポートしますよっていう感じでやると、基本的には、売りやすい流れができるということで、今回のセミナー講師の方法セミナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう3時半過ぎちゃった。あ、でも4時前でしたっけ。はい、会長は、あ、そう、多分1時半から。